第1位はこのカードです。 WBA 世界ヘビー級タイトルマッチ、ジョン・ルイス対ロイ・ジョーンズです。まあそうでしょうね、15キロの体重差を乗り越えまして、ロイ・ジョーンズがヘビー級の王者ジョン・ルイスに挑戦しました。ジョーンズがルイスに完勝しまして、歴史的快挙を成し遂げた一戦であります。まあやるかなという希望的観測はあったものの、やってのけましたからね、浜田さん。まあ、今ロイ・ジョーンズの顔を見てもですね、あれだけ深刻な顔をしたロイ・ジョーンズは初めて見ましたね。やっぱりこのヘビー級タイトルに対する圧力感というのがあったんでしょうね。さあ、これが世紀の一戦です。ヘビー級になんとロイ・ジョーンズ、クルーザー級を飛び越えて、挑戦しまして、しかもタイトルを取ってしまいました。まずこれは出だし予想通りですね。自身4階級目、まあ、ミドルから始まったタイトルコレクション、ヘビーまで行くとは思いませんでした。このヘビーでこれだけのスピードを持ってるんですから、天野さんすごいですね。スピードはもともとある選手で、体重を増やしたままスピードは一切落ちてないんですね。そして体重を落として、まあ、キレがどうかなと思いましたけど、キレもつきましたね。まあ下のクラスから上がってきたということになります。15キロの体重差を乗り越えています。まあ狙いも良かったのかもしれません、この WBA のチャンピオン、ジョン・ルイス。しかし、ジョン・ルイスだってヘビー級としてのプライドがあります。これは小泉さん、想像するにかなりの準備はしたはずですよね。うん、そうですね。だから、これは来ましたね。これは来ましたね。まあ、ジョン・ルイスはですね、ロイ・ジョーンズのスピードは予測してたと思います。はい、ところがですね、思った以上、そのパンチのパワーもあったんじゃないですかね。なるほどね。だからロイ・ジョーンズがコンディション作りでですね、どのウェイトで出るかっていうのは、ウェイトつけるほどパンチにウェイト乗りますからパワーつきますね。とか上げすぎるとスピードが落ちますね。はい、そういうところでですね、結構いい回答を出したんじゃないですかね。まあその方程式に対して ね、いろいろなことを鑑みて、このウェイト、そして体重コンディションがもう一番いいという判断でリングに上がったようです。確かにロイ・ジョーンズはこれ体を作り上げてこのヘビー級に挑戦しました。その後浜田さん、はい、落としたんですけども、その落とすのが大変だったようですね、今度ね。ライトヘビーですか。ライトヘビーに戻ったんだよね。まあこれが計算外、まあ私はある意味では過信があったと思いましたね。まあそこまで戻る時のことを考えてなかったのかもしれません。また戻るのは勝手に戻るもんだと思ったんですけど、自分がやると全部うまくいってるわけですからね。そういうこともうまくいくんだと思ったんでしょうけど、まあ落とす段階で相当苦労したと思いますよ。思うのとやるものは違うんだと。まあこの時点ではそういう話は後日の話になってしまいます。この時点では体重を上げてきてヘビー級で戦っているもうその最中、まあ動きとしても申し分のない本人、そういう気持ちで動いているんではないでしょうか。全部ジョン・ルイスのパンチ読んでますよね。で試合前ですね、ロイ・ジョーンズがもっと足使ってそのジョン・ルイスのをかく乱したり、ジョン・ルイスのパンチ避けるんじゃないかって言われてたんですけど、作戦としてあまり動きすぎなかったんですね。もう動きすぎると疲れて後半捕まる可能性もある。だからその何を利用したかって、結局スピードを利用してジャブで相手の動き止めたんですね。そんな作戦も当たったと思いますね。カウンターの取り方、やはりそのスピードの差を生かしてカウンターうまく取りましたよ。ジョン・ルイスも出だしというのは自分の体格差、体格のアドバンテージを有利に持っていこう、その体格のアドバンテージをうまく使おうと思ってたんですが、それを使えませんでした。最後はあとはもう翻弄されっぱなしという展開になっています。だからまあボクシングの歴史に残る試合ですね。だからライトヘビー級の現役チャンピオンでそのヘビー級を取ったっていうのはマイケル・スピンクス以来、そして
その元ミドル級のチャンピオン、ミドル級を制したことがあるチャンピオンがヘビー級制したっていうのはボブ・ヒッチモンズ以来106年ぶりですね、まあ、そういうんで偉業ですね。ロイ・ジョーンズヘビー級チャンピオンとなりました。現在まだこのヘビーとそしてライトヘビーの2つのベルトを保持続けています、し続けています。まあやっぱりね、どの角度から見てもこの歴史的に偉業という面ではもう文句のつけようないですかね、これやっちゃったら ね、はい、でもロイ・ジョーンズは勝ったらドン・キングの髪を切ると言ってましたが、切ってないようですね。まあね、その辺はやっぱり大人になってるんでしょう。さあ小泉さんどうでした、この1位ロイ・ジョーンズがなりました、ジョン・ルイス戦。まあこれまあハイライト版だったんですけどね、もう一度見直して、やはりロイ・ジョーンズっていうのはすごい選手だなと思いましたね。やはりそのスピードっていうのは抜群のものがありますね、はい、それでその戦う感っていうものが、やはりやはりあれだけ自分より体の大きいジョン・ルイスが向かってきたら後ずさりしますよね、しないんですよ、もう出鼻叩いていくんです。だから自分のこれまでやってきたボクシングで勝ってしまったと。それからそのこの試合の背後にですね、やはりコンディショニングっていうのもあったと思いますよ。先ほど、まあ、体重とスピードパワーっていうその方程式をうまくその解いてですね、これ上がったんだと思いますよね。まあ見事だったです、はい、浜さん、はい、どういうご意見でしょう。まあ、やっぱりこの試合はナンバーワンになるだろうと思いましたよね。あ、まあ以前にフォリーヒルドがクルーザー級から時間かけてヘビー級に上がってタイトルを取りましたけどね、これも時間かけましたから、時間かけるために朝昼晩トレーニングしたわけですよね、はいはい、それをなしに一気にライトヘビーから一気にですからね、予告なしにやった、そしてタイトル持ったまま現役の世界チャンピオン、ヘビー級チャンピオンに勝ったと。この勝ち方というのも、まあ、もちろん技術面でいろいろあるわけですけど、技術面でスピードを落とさない、そしてじゃあパワーはどうかと、パワーつけるために動きを少しセーブする、そして、何よりも頭で勝った試合じゃないかなと思いますよね、はい、頭で勝った、それで、まあ、組み立ては十分できたんでリング上がろうとしたけど、やっぱりあの表情を見るとですね、頭では分かっててもやってみなきゃ分からんという、そういったまだ恐ろしさは残ってたんじゃないかなと、あのリング上がる時の表情はですね。ただやっぱり上がってみたら今までやってきた男ですからね、やり遂げましたね、はい、